どうも、バンです。さて、前回の動画ですね、ミンツク島を乗っ取ることはできるのかみたいなね、そんな動画をね、出しておりました。概要欄にリンクを貼っておきます。この動画のコメントにですね、他の人が総会を招集できないとはどこにも書いていないんじゃないですか。総会を招集するのはですね、党首以外でもできちゃうんじゃないですか、このミンツク党の党規約ではどうなんですか、というようなね、質問が来ました。はい。で、結論から申し上げますと、ミンツク党の乗っ取りは極めて困難です。もう大津さん、大津女王。いや、なんでもないです。では、いきますよ。本題。はい。ミンツク党の党規約を改めて、確認しました。このように書いてます。党首は毎年1回の通常総会及び必要に応じて臨時総会を招集すると書いてあるんですね。これはどう解釈したらいいのかというのをですね、まあ、この動画では解説していくんですけども、実はポイントはここじゃないということもですね、解説していくというふうに思います。では、いきますよ。臨時総会を招集するってなんか言い方なんですけどね、他のね、党規約であったり、他の団体の規約とかもね、まあ何個か見ましたけどもね、こういう書き方をね、よくしています。なんかね、なんか定型文というかなんかそういう、まあ言い回しが、なんか一般的なようですね。で、まあ確かにね、この方のおっしゃる通りですね、招集するって書いてある、党首が招集するっていうことが書かれているっていうのは、これを日本語的にどう解釈するかというと、まあ普通はそうするよっていうふうな解釈だというふうに思います。じゃあ、まあ、乗っ取りであるとかね、総会がですね、党首以外の人が招集することができないんかいというようなことになろうかと思うんですけれども、例えば党首がいきなり、お亡くなりになったりとかしたらね、もう、臨時総会が招集できなくなっちゃって、党がね、もう、存続不可能ということになってしまいますですよね。だからそういう、ことになったら困るんで、まあ、その時はちょっと他の、その他必要に応じてどうのこうのとか、党に定めのないことはどうのこうのとかっていう、規約に定めのないところでどうのこうのとか、なんかあったような気がするんですけども、ちょっと、お亡くなりになった場合とか、ちょっとそれはちょっと置いときましょう。で、現状を、例えばですね、謀反を起こす。つまり、まあ、いわゆる乗っ取りをですね、しようと、党なり何なり、まあ、団体でもそうなんですけど、乗っ取りをしようというときはですね、結局のところ、総会をね、まあ、開かんと、団体なり党というのは前に進むことができないんですよね。規約を変えないことには、何しろミンツク党の場合、党首は大津彩香ですと書いてあるんで、もう総会を開かんことには、総会をやるということが大前提なんですね。乗っ取りを、もしするということであればね。まあ乗っ取りとまではいかなくてもですね、まあ党首を交代するであるとかね、そういう時ですね。で、どっちにしろですね、年一回は通常総会を開かんとあかんというふうに受け止められるような書き方をしてあるんで、ここはね、もうポイントじゃないというふうにね、僕はちょっと思い直しました。重要なのは議決権なんですよ。で、この議決権についてはですね、党規約ではなくて、党員規約の方の第4条の方に載ってますね。ちょっとこれは前回の動画とオーバーラップする部分が出てくるんですけども、この議決権っていうのは、このミンツク党の場合ですね、公職党員、準公職党員のみに与えられているということなんですね。はい、すみません。ちょっとここで訂正です。のみではないです。他にも役員がね、議決権があるっていうふうに書かれてましたね。あとは役員じゃなくて相談役とかもちょっと書いてあったかな。まあでも事実上、ちょっとね、今回ポイントとなるのはですね、この準公職党員。ここがね、すごく重要になってくると思うんで、そこをね、重点的に解説いたします。
いきますよ。最下位。公職党員というのは、要するに、議員さん、もしくは議員さんの秘書であるとか、税金でお給料をもらうことができる人のことです。で、準公職党員、ここがね、ポイントですね。これについてはですね、第2条の 2-2、党員規約の方のね、第2条の 2-2 の方で書かれてるんですけども、公職選挙における立候補予定者として、本党の公認審査を受けているものというふうに、書いてますんで、これ、公認審査を受けているっていうことはですね、公認になっていなくても、審査を受けているっていう段階でもう、準公職党員ということになるわけですね。なので、どのみち議決権で過半数を獲得しようとしたらですね、この、公認審査に応募せんとあかんわけですね。で、そこで審査の対象とすらしないというような、ことになってしまったらですね、もう、準公職党員になれないということになりますね。で、これをですね、誰が判断するのかというのは、党規約には書かれてないですし、党員規約の方にも書かれてないんですけども、もう一つね、実はね、ポイントがあるなというふうに思いました。ちょっと書ききれなかったんですけども、党規約の方です。この党規約の第7条の2にですね、役員、党の役員っていうのがですね、選挙で選ばれるというふうに書かれてます。で、最終的には党首が役員を任命するっていうふうに書かれてるんですけども、このね、役員選挙規則っていうふうなのがあって、別に定めるっていうふうに書いてあるんですよ。で、このね、役員選挙規則っていうのがね、上がってないんですよ。公開されてないんですよ。だから、そこがね、どうなっているのかなというのは、非常に興味深いところだというふうに思います。まあ、どっちにしろ党首が任命するんで、党首が拒むこともできるというふうに解釈することもできるというふうに思いますね。で、役員が議決権を要するかどうかなんですが、これはですね、はい、党員規約の方の第2条の3にね、役員も議決権があるというふうに書かれてますね。はい。あとちょっと、さっきね、ちょこっと触れた点ですね。党首が、お亡くなりになった場合、これもね、ちゃんとね、よく見たら、党規約の方に書かれてましたね。その時は、役員会において選出した、人ですね。これが、役員会を招集したり、総会を招集することができるっていうふうに書かれてますね。なので、ちょっと話を元に戻しますと、ここでですね、もし、党首のみが臨時総会を招集することができるというふうな規約にしてしまったらですね、党首が亡くなってしまった時の対応がですね、別の条文で条項で書かれてるんですけれども、そことね、まるで違うことを書いてしまうことになるんで、こういう表現にせざるを得ないんじゃないかなというのが僕の分析ですね。で、ちょっとね、こういうふうに、ちょっと解釈する人が出てくると具合はあるんですけれども、そこを鉄壁にするにはですね、例えば、党首はじゃなくて、党首が、総会を、招集するというふうに、和をがに変えると、強くなるというふうに思いますし、さらに、党首がにして、招集する丸にしてですね、ただし、党首がお亡くなりになったときはですね、この、党規約の第12条が優先するとかいうふうに書いておかなければならないですけども、ちょっとややこしくなるんで、一般的な書き方としては、党首はじゃなくて、党首がに留めておくというのが、いいんじゃないかなというふうに思いました。ましてやですね、さらにここにね、ぐだぐだとね、党首以外のものは、総会を招集することができないなんてね、書いちゃね、ちょっとこれはね、具合悪いですね。だってそういうことになってしまうと、党規約の第12条と、あべこべの規則に条文になってしまうということもありますし、さっきの言ったことの繰り返しですけれども、ただし書きのただし書きみたいなのがなってるなんかもうわけわからんというような、難しい条文になるんじゃないかなというふうに思います。いずれにしても、ポイントは、
総会を開くものが党首かどうかというのがですね、これまでの政治家女子48党の中でですね、ひっちゃかめっちゃかの議論でですね、あっちでも総会、こっちでも総会みたいな、毎週総会みたいなね、ものすごいことに、なってたわけですけれども、そこにね、注目を活かせるんではなくて、やっぱりポイントは議決権、これが誰のものによってなされるのかというのがですね、極めて重要だなというふうに思いました。本日以上です。ではでは。